どうもチャックバスです。今私はハドソンヤードに来ております。でね、ここはねまた新しくニューヨークでできた観光スポットということで、あちら見えますか、ビッセルっていうのかな、新しい観光名所で、あちらはね無料なんですけどもチケットが必要ということで、支払いまで完全にすると無料なんですけども、バーコードがね、添付されたメールが来ますんで、そちらを持参して行くと、入れるという形になります。まあ、今回はねあちら私初めて行くんですけども、せっかくなんでね紹介させていただきたいと思います。それでは行きます。無事ね入ることができました。どうやら私は1時間勘違いしてたみたいで、店員さんがね優しくていいよっつって入れていただきました。ありがたいです。それでは行きたいと思います。それでは上がっていきたいと思います。映ってますかね、全体がこんな感じとなっております。いや面白いですね。ちょっとどんどん上上がっていきたいと思います。いや、エスカレーターはないですかね。エレベーターだけあるみたいですね。失礼いたしました。エスカレーターとエレベーターを私は間違えてたみたいです。車椅子の方などはねエレベーターで上がることができるそうです。ってことはこれは最上階まで階段ってことですね。いやまだできて間もないですからね。どんな景色が見れるか楽しみでもあります。ちょっとここで一回休憩しましょうか。ちょうど真ん中ぐらいですかね。真ん中よりちょっと上ぐらいですかね。こんな感じになってます。いやこれは面白いですね。全てが階段になっている。でこのハドソンヤード時代はまだ全部がね完成してるわけじゃないみたいなんですよね。ここだけ完成してオープンしたっていう感じみたいですね。違うところも乗ってみましょうか。チケットが必要ということで、残念ながらね入れない人もいるみたいで、中にはねそこまで人はいないですね。もうちょっと混み合ってるかと思ってたいかなんですか。できて間もないということもあってね、そうでもなさそうですね。いや
この階段はきつい。あと1階ですかね。到着しました。どうです、景色すごいですね。これもハドソン川が見え、そして360度ね、景色が見えます。あそこのちょっと出っ張ってるところも、あそこも展望台になるって雑誌に書いてありましたね。まだオープンしてないと思います。真下はこんな感じです。飛行機は好きなんですけども、高いところが実は苦手なんです。っていうどうでもいい情報を入れましたけれども、内側はこんな感じです。いやすごいですね。せっかくなんで一周しましょうか。一番ハドソンヤード側に来ました。これはこれですごいですね。電車の車庫もあるんですね。これで一周ですね。はい、戻ってきました。いやー、ここから見えてる感じだとすごい面白いですね。これもう目がおかしくなりそう。
それではね、降りたいと思います。いや、登るよりかは、まあ、降りる方がだいぶ気が楽ですね。せっかくなんで、回りながら降りてみましょうか。なんでここは今無料なんでしょうかね。相当お金がかかってできたと思うんですけど、期間限定かもしれませんね。オープンしたばっかりということで。まあ、一度入ってしまえばね、変な話ずっと入れますんでね、ゆっくり登ることももちろんできます。いやー、これはあれですね、観光で初日とかに来たらその後の行程がちょっと狂うぐらいの体力を使う感じになりそうですね。ここは出来上がると5万5000人だったかなの働き口ができるそうです。先日ツアーで言っていました。多分このショップだと思うんですけども、高級ブランドがね、軒並み入るみたいですね。向こうかな、もう出来上がってるのかもしれないですね。全部が出来上がると5万5000人働き口ができますっていう意味だったのかもしれません。で、高級ブランドもね、入ってるそうなんで、ぜひね、このハドソンヤードに買い物っていうのも一つの新しいプランになりますね。もちろんニューヨークには5番街等々でもね、購入することができますけども、いやー、すごい人だけど中にあんまり人が入れてない感じですね。それでは入り口に戻ってきました。真上を向けるとこんな感じになってます。全体が映ってるといいんですけども、こうやってね、真ん中にスマートフォンを置いて写真を撮ると、ちょうどね、この真ん中に自分の顔で、周りに建物がね、見えるということで、皆さんこうやってね、ここで写真を楽しんでます。それではね、そろそろ出たいと思います。皆さんね、事前のチケットが必要だっていうので、ね、ここまで来て知るみたいな感じで、ああやって目の前でね、みんなスマートフォンでね、チケットを購入しようとしてるんですけど、もちろんタダなんですけど、手続きだけは必要ということで、もしね、ここに行きたいという方はぜひ事前にね、登録して、支払いを済ませてね、まあタダなんですけども、支払い画面まで行くと、QR コード、QR コードじゃない、バーコードがね、送られてきますんで、それをね、スマートフォンなんかにね、ダウンロードして持ってこられるといいと思います。ちょっと私はね、そのバーコードなかったんですけども、店員さんが優しい方で、ああいいよいいよって入れてくれたんでよかったんですけども、こういうのはね、人によって違うんで、もしかしたら弾かれちゃうかもしれないんでね、
そしたらもったいないんで、ぜひねバーコードを発行してスマートフォンにね、保存してくることをお勧めします。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。